はい皆さんこの写真を見てくださいそうトマト真っ赤ですねトマト好きな人おおいっぱいいるじゃあ苦手な人これも結構いますね先生もね小学生の時はトマト 苦手でしたでもねすぐに好きになりましたみずみずしくて夏はおいしいなって思って食べてましたはいそれでは今日これからやることを説明しますこれから外に行ってトマトの苗を植えますそう一人一つずつ自分のトマトを育てましょう <laughs> 楽しみです、ね、あそう大きく育って実がなったら収穫してみんなで食べることもできますよはいまず外に出たら先生が一人一人に植木鉢植木鉢を渡しますえそしたらスコップで土を半分まで入れてください。 多すぎても少なすぎてもいけませんよ半分まで土を入れてくださいそしたらその後でトマトの苗をここに入れますトマトの苗を真ん中に置いたらまたスコップで土を入れていきますそれでここまでトマトの苗が隠れるここまで土を入れます今日やることはここまでです でもこの先のことをちょっと説明します花そうトマトの花ねえこんな色なんです黄色綺麗ですねここに実がなっていますねトマトの花ですそれからトマトが育ってきたら棒を立てますね、棒 何のために棒を立てるんでしょう。あ、そう。当たり。よくわかりましたね。そう、トマトは。目がこう、どんどん伸びていくので。こう、横にね。曲がっていっちゃうんですね。で、倒れちゃう。それを倒れないで、まっすぐ伸びていってください。のために。棒を縦に立てます。 紐で棒にこう結ぶんですねそうするとまっすぐ育っていきますそれから大事なこと水やりですね自分のトマトなので自分でしっかり水やりできるといいですねさあそれではみんなで外に出て実際にトマトの苗を植えてみましょう